3日間暑い中ありがとうございました。ありがとうございました。次回は5月11日のスタジオライブになるんですが、ちょっとね、今までと違うスタジオライブになるんじゃないかなと思います。そして私が休業前最後のライブになるので、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。